Hello, welcome to Tokyo Xanadu, the Let's Play, that's simply everyone. We're meant to be going somewhere. Oh! Meant to be talking to people. Stop, Goro. Goro-sensei, you've been doing this in such a place, huh? Tokisaka, ka. Otto. Wari.学園で吸うつもりはなかったんだが、ついいつもの癖でな。喫煙者の悲しいさがってやつだ。Does it though? こんな状況ですし、先生なら構わないと思うすけど、なんつうか思ってたよりもヘビースモーカーだったんすね。やめようと思えばいつでもやめられるんだがな。国防軍に入ってからだから。ほとんど習慣になってるんだろう。双葉が生きていたら、たしなめられていたかもしれないな。I can't believe this game is in the same universe as Persona 5. Just way into the future. Are you someone important? No. No, you're worthless. やっぱりダメか。ユキ、まだやってたのか？ああ、タワー方面になんとかアクセスできないかと思ってさ。森宮市内のサーバーなら。サイフォンの特殊モード経由である程度は繋がるんだけど、やっぱりパンドラの内部にはどうやっても侵入できなさそうだ。そうか。まあお前もあんまり根を詰めすぎるなよな。ああ分かってるって。そろそろ切り上げようと思ってたとこだし。This is one we've already done. Runned off with that then. Sup, are you important? Nope. Nope. Can't remember what our party actually looks like, but hey, she was over there. Shio senpai, how did you get here? This place? Yeah.ちょっとな。お前の方こそいろいろ歩き回ってるみてえだが、じっとしてられねえのか。どうすかね。俺自身にもよくわからないっつうか。シオ先輩。なんでもねえよ。ちょうどコーヒーでも買いに行こうと思っててな。せっかくだからお前も来いや。おごってやるからよ。ごちになるっす。さっき少し考えていたんだ。この状況、あいつだったらどうするかを。カズマだったらお前たちにどんな言葉をかけてやるのかを。俺の記憶の中にいるあいつに何度も何度もな。それで答えは？情けねえぞ、しよう。こんな状況で死んじまったやつにすがって何になるんだ。
自分の頭で考えて立ち止まらずにとにかく動け、それがブレイズ魂だろうが。まあ、あいつならそんな感じに答えるんだろうな。なんだか不思議っす。俺は一度も会ったことないってのに、先輩の言う通りのことを間違いなく言ってくれそうな、yeah. そんな気がしてくるっつうか。You get that feeling because she'll just told you. Go, don't make this deeper than it is. 多分、先輩の中にちゃんとカズマって人の魂が受け継ぎ。だったらいいがな。だが俺はあいつじゃねえ。あいつには絶対になれない。俺はあくまでも俺の魂をただひたすらに示し続けるだけだ。XRC の連中、アキやブレイズの仲間たち、そしてお前にな。Okay. シオ先輩。お前のここに何が渦巻いてやがるかは知らねえ。そいつがどれだけの重さなのかも分かるのはお前だけだ。だが俺も他の連中もとっくに覚悟はできている。そいつを一緒に背負ってきつい坂道を登りきる覚悟がな。その気になったらいつでも頼ってこいや。少なくともこっちの方はお前に頼っているつもりだぜ。背中を安心して預けられる程度にはな。恩に着るっす。その時は存分に頼らせてもらいます。Whoa. Alright, let's go to a roof. Someone will be there for a dramatic scene, I'm sure. La 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 la別に邪魔だなんて思わないけど。でも君、私が一人で歌ってる時によく現れるわよね。さては最初から追っかけしてくれてたとか。偶然だ偶然。しかし相変わらずいい歌だよな。ウィッシュウィングか。君たちのおかげで私の一番大好きな曲になったわ。この曲を口ずさんでいると一人じゃないって気になるのよね。そうか。What's up, Jen? You gonna join our party? Yeah, cool. Mada okite tanda. Jen, omae nete nakute ii no ka? Daibu kaifuku shite kita tsutte mo, mada honchoushi ja nai ndaro? Ma ne, hontou wa futsuka wa kakaru tokoro da shi. Demo, kou tachi no okage de, hiruma wa chiyu ni sennen dekita kara. Ashita ni wa nantoka.全力が出せるんじゃないかな。あまり無理はすんなよな。クロノス・オルデンか。ネメシスやゾディアックよりもさらに謎が多そうだが。そうだね。一
得事項に抵触するから話せることはあまり多くないけど。そいつは？これが刻印。オルデン主と精霊に認められた者にだけ現れると言われている。Wait,、ね、so does God, and specifically the God of the Catholic Church, not just general Christian God, he exists in this world as like a fact. He leaves magical marks on people's bodies. 認められた子。なんつうか。ジュンにもいろいろあったみてえだな。まあね。本来は世俗の人間にこれを見せるのは禁じられてるけど、コウには知っておいてほしかったんだ。僕が示せる数少ない本当のことを。正直自分でもびっくりしてるくらいだ。教会の人間である僕がこんなことを言っちゃうなんてね。ジュン、でもそれもまた本当のジュンなんだろう。うん、そうだと思う。コウたちと日常を過ごして、僕は僕自身ですら知らなかった小日向ジュンになれた。非常に徹すべきオルデンとして単なる弊害でしかないはずなのに、それをたまらないくらい愛おしく思っている僕がいる。森宮に来て君たちに会えて本当に良かったと思うよ。聞いてるこっちが恥ずかしくなるっつうの。でも俺も同じ気持ちだ。今まで俺たちが過ごしてきた日常は間違いなく本当だった。それだけは何があっても変わらねえ。いや、たとえこの先に何が待っていたとしてもな。うん、そうだね。刻印騎士としてなすべきことは今も変わらない。だけど明日はあくまでも大切な親友のために全力を尽くさせてもらうよ。しおりちゃんのことも含めて、君が行き着く先を見届けるためにも。ああ、ありがとな。よろしく頼むぜ、ジュン。Jun, don't you dare try to convert Ko to Catholicism. I'm here to hit things with a sword, not to be a missionary. Sora, どうしたんだ？こんなところに一人で。先輩、特に用事があったわけじゃないです。やっぱりここは私の大切な場所ですから。ちゃんと明日を乗り越えて戻ってこられたらいいなって。そうだな、夏の大会も近いみたいだし、少なくともそれまでには。今のままじゃ合宿すらできませんし。
おやすみなさい、時坂くん。As for anyone else around, I think we're just missing Mitsuki. Oh, and Ryota. Kou-kun, did you forget something? No, that's not the case. But the plan for tomorrow, I'm going to leave it to you. Yes, I'm fine. The conversation we had earlier is completely organized.あとは細かい部分を詰めれば明日の朝には話ができるかな。そっか、ならいいんだけどさ。This must be Mitsuki. Tokisaka-kun. Seito kai shitsu e yō koso. Nemuremasen ka? Sou iu wake ja. Mitsuki-senpai wa nani shiteru nsu ka? Kyōka-san kara no shinai no chōsa hōkokushō ni me o toshite iru ndesu. Sakki no meetingu de sakusen gaiyō wa ookata kimarimashita ga.予定通りに行くとは限りません。あらゆる状況を想定して万全を期して臨む必要がありそうですから。なるほど、確かにそうかもしれませんね。さすがは美月先輩っつうか。今日は堅苦しい話はこれくらいにしましょうか。そろそろ一区切りつきそうですし、一緒にお茶でもいかがですか。美味しいっすね。爽やかなレモンの香りがするのに酸味もほとんどなくて。レモンバームの買い置きがあってよかったです。心を落ち着ける効能がありますから、今の状況にはぴったりでしょう。すみません先輩。I'd say 日頃からいろいろと気遣ってもらっちまって。 I'd say I prefer chamomile teaIn these situations, but I don't really like tea at all. I don't like coffee. I drink coffee to give me energy, and I drink it in massive amounts. I drink chamomile tea to calm me down, and I drink that in massive amounts, often shortly after drinking the coffee in massive amounts. そんな困った時はお互い様です。私の方こそ皆さんの存在にいつも支えられているんですよ。特に時坂くんにはどうしてか普段言わないような弱音まで聞いてもらうことが多いだから、今日は私の番ですね。え？時坂くんには本当に感謝しているんです。それぞれの立場やしがらみを超えて人は支え合うことができる。それを私に教えてくれましたから。美月先輩。私では力不足かもしれません。でもそっと寄り添ってそばで支えてあげるくらいはできると思っています。ゾディアックの立場以前にこの学園の生徒会長として何よりも北斗美月個人として私を支えてくれた時坂くんのできる限りの力になりたい。そう。恩に着るっす先輩。なんとか自分自身で答えを出してみせます。だから
もう少しだけ見守ってもらってていいすか。俺がそこへまっすぐにたどり着けるように。わかりました。時坂くんなら大丈夫。きっと最善の道を導けると信じていますから。お茶の続きにしましょう。好きなだけゆっくりして明日の英気を養ってくださいね。そうさせてもらいます。I see you, Ryota. I see you, villain. I'm kidding, I love you, Ryota. Such a good boy. よう、こう話し合いは終わったみたいだな。ああ、とりあえずな。お前、まだ見張りに立ってるつもりか。おう、千鶴の差し入れも食ったことだしな。この結界具ってやつが万が一でも壊れねえようにしっかり見張ってねえと。やれやれ、ヒイラギも大丈夫っつってたし、そうそう壊れたりはしねえだろ。お前って案外肝が小さいよな。な、何を？その、なんだったらお前も付き合っていけよ。夜風って感じじゃねえが、少しは気分転換になるだろうしな。リョータ、そうだな、そうさせてもらうか。すまねえな、リョータ。え、なんだよ気持ち悪いな。いろいろと気を使わせちまってよ。学園を守ろうとしてくれて、こうして見張りもしてくれて、バーカ、似合わねえってな。俺が見張りに立ったのなんて割と個人的な理由だしな。え？なんつうか、しおりちゃんがひょっこり帰ってきたりしねえかなって。 Yeah, she ain't coming back anytime soon, mate. そうしたらお前や純に真っ先に教えてやれるだろ。こんな状況になっちまって、正直今でも頭をこんがらがってる。お前や不思議探求部の連中があんな化け物どもと戦ってたこと、純にまで妙な事情があってしおりちゃんは行方不明で、なんだか俺だけ蚊帳の外って感じだったんだな。リョータ、悪かった。今まで黙ってて。だからなんでお前が謝るんだっての。はっきり言ってそんなのは俺にとっちゃ些細な問題なんだぜ。え？いいか、これお前にどんな事情があっても俺には知ったことじゃねえ。もちろん純も、それにしおりちゃんだって今まで一緒の日常を過ごしてきたダチなのは変わりねえんだからな。リョータ、本当だったら
俺だってお前らと一緒に戦いてえくらいだけど、普通の武器が通用しないならそれはできそうにね。 We can get you one of those special swords though. If Aki can use it, you should be able to. だったらできる限りのことをとことんやるしかねえだろ。最善を尽くしながらお前らがなすべきことを成し遂げるのを待つ。そいつが俺のたく、誰よりもお調子者のくせにこういう時だけカッコつけやがってなんだったら感動してキスしてくれてもいいんだぜ。 Please do. バーカ、待っててくれ亮太。必ずあいつを取り戻して俺たちの日常をもう一度掴むためにも。ああ、気張っていけよ。こう。Oh yeah, we're going to put on our bright gold battle top and the rosary that that Jun gave us. And they're like, this is our ass-kicking outfit. But I don't know where the auditorium is. There's someone upstairs. Just noticed. あいつは昔から気づいたらいつも俺のそばにいてくれていた。異界に関わるようになってからもそれだけは変わらなくて、あいつが近くにいるのは当たり前だと思ってた。それがどれだけかけがえのない大切な時間だったか。あの時あいつのそばにいてやってたら、あの時何らかの予兆に気づけてたら、あの時なんでこんな記憶を。Yep, that is everyone. No, no, we have legit talked to everyone. いろいろあったし疲れてんだろ。俺もそろそろ。いや、なんか妙に目が冴えてるな。今日だけでもいろいろあったし相当疲れてるはずだが、
どうしてちっとも眠くならないんだ。少し風に当たるか。But you're already outside, Ko. That's where the fresh air lives. うん、しおり。君の幼馴染のこと。確か風邪で学校を休んでたんだよね。なのにどうしてあの時アクロスタワーにいたの？何もできなかったんだ。あの時の僕には何も。なんだよこの夢は。休まないと明日に障りがあるわよ。ああ分かってるさ。夜って感じじゃねえからなんとなく眠れなくってな。意外と繊細なのね。なんて言いつつ私も似たようなものだけど。そっか。パンドラ、最悪の箱か。つくづくとんでもない代物だぜ。見た感じ元のタワーの倍以上の高さになってるし、ヒイラギは今までここまでの事件を担当したことがあんのか？ううん、さすがに初めてね。正直若手の執行者には荷が重すぎる事件だわ。ベテランだったらこんな事件も解決できるのかよ。まあさすがに簡単には難しいでしょうね。その意味では最後は経験や実力ではなく思いの強さが決め手になるのかもしれない。思いの強さか。ヒイラギは聞かないんだな。ええ、それはあなた自身が解決することでしょうから。まあ昼間リオンさんが手厳しく突っ込んでくれたし、本来なら事件を解決するためにあなたの無意識への強制スキャンをかけてもいいのだけど。お前が言うと全然冗談に聞こえないんだが。もちろん冗談よ。催眠や記憶操作といった表面上のレベルならともかく、人の心の奥底はその人にしか本当にはわからないものだから。それでもそのスキャンっての試した方がいいんじゃねえか。え？どうも俺はビビってるみたいだからな。自分の中にあるはずの答えを見つけるの。時坂君。バカか俺は。ただの泣き言じゃねえか。どこまで柊木に甘えるつもりだ。桜の散りかけだったかしら。私と時坂君が本当の意味で出会ったのは。え？
どんなに遠ざけてもしぶとく諦めず付きまとって。素人の仲間までノリでどんどん集めてきて。今までネメシスで培ってきたスタイルを完全に崩されて。あのガード下で出会ったのは正直失敗だったと思っていた。それはなんつうかすまん。悪気はなかったんだが。でも今はそれでよかったと思ってる。それまでの私は頑なで、本当の意味で一人前とは言えなかった。だけどこの森宮の異変に関わって凝り固まった自分が一度ほどけて、そうして私は本当の意味で私として成長することができた。 XRC のみんなと、時坂君、あなたがいてくれたからよ。時坂君の問題も同じ。それはあなた自身が解決することだわ。でもこれだけは忘れないで。私は、私たちはいつも見守っている。ソラちゃんに篠宮君も、美月さんに高畑先輩、リオンさんに永遠先生も、そして伊吹君に小日向君に、きっとしおりさんも。あなたがあなただけの答えを見つけるのを見守っているから。ヒイラギ、やっと分かったぜ。俺は目が冴えて眠れなかったんじゃねえ。このまま眠るのが、明日が来ちまえば多分全てが明らかになる。それがどうしようもなく怖かったんだ。時坂君。だが明けない夜なんてないんだよな。 I mean, it's not doing any rising right now. 前に進むための勇気はみんなと、 Oh, you meant figuratively. お前がくれた。ありがとう、ヒイラギ。おかげで今夜はなんとか眠れそうだ。どういたしまして。時坂君、明日は時坂君か。知り合ってから3ヶ月、ちょっと他人行儀だったかしら。言われてみれば俺にしちゃ珍しいっつうか。なんなら今から下の名前で呼んでもいいか。ええ、私も同性相手ならファーストネームで呼んでるし。そんじゃアスカ、これでいいか。ええ、コーク。あら別に呼び捨てで構わねえぜ。そうね、こう。ちょっと待って。まさか恥ずかしがってんのか。そうみたい。にいた頃はファーストネームで呼ぶのが当たり前だったけど、日本語で男の子相手だとその勝手が違うというか。ちょっと笑いすぎよ。
すがに反則っつうか。ま、呼び方なんか今更どうだっていいだろう。俺も今まで通りにしとくか。うん、せっかくだし呼び捨てでいいわ。その悪くない感じだし。え、なんでもない。すべては明日、頼りにしてるわ、時坂くん。ああ、俺もだ、アスカ。あ、スイート。Oh, cool. God, Perpetual Wednesday.軍勢を左翼、右翼に引きつけてもらいます。そのまま第二陣としてオルデンの刻印騎士と国防軍イージス部隊が出撃、括弧撃破を行っている隙に XRC メンバーを乗せた防弾車両が中央を強行突破します。そしてパンドラに突入して一気に元凶を食い止める。なるほど、兵法にもかなってやがるな、高羽組。承知したぜ。へ、派手にやれそうだし、みなぎってくるじゃねえか。ブレイズも了解だ。ちなみに車両の運転は佐伯さんさんにお願いしています。結界術でも強化しますから、かなりの無茶も可能でしょう。ああ、必ずやお前たちを塔まで無事届けてみせる。イージス一同もどうか全力を尽くしてくれ。はっ。ゼロ号部隊の使命必ずや果たしてみせます。ジュン、傷の方はもういいのか。ああ、なんとかね。僕も出し惜しみはなしだ。Right, but will you be in our party? Oh. Heh. 大した気合だな。さすがに期待せざるを得ないわね。ええ。元猟犬として、私も負けられませんね。京華さん。よろしく頼む、京華君。森宮の、東京の、そして日本の攻防、この一戦にあり、各自よろしく奮闘を頼む。doesn't look like Jim's joining us. そして、XRC 諸君、本作戦の要は君たちにある。作戦開始まで英気を養い、万全の準備を整えてもらいたい。はい。
かしまさかこの車で突入することになるとはな。 Thank you, I was just thinking that. 何気に防弾だったんだね。一応特注品ですね。最高時速もかなり出ますし、強行突破にはもってこいかと。せめて運転くらいは手伝いたかったけど。とはね、無理すんなって。ここまで作戦立案を手伝っていただけただけでも本当に助かりました。各戦力の効果的な配置に数千通りの戦術シミュレーション、国防軍の参謀本部あたりに引き抜きたいくらいですよ。佐伯先生も冗談ばっかり。もう五郎先生、引き抜きなんてダメですよ。正体がバレても余裕なのは変わらないわね。五郎先生、改めてよろしく頼むっす。 XRC の副顧問として。今さらそんな肩書きをつけられるとは思わなかったが、了解だ。せいぜい最後まで活動に付き合わせてもらおう。作戦決行は正午、まだ時間的な余裕はあるわ。それまでに町を回って万全の準備を整えましょう。多分これが XRC として最後の自由行動になるだろう。悔いは残さないようにしようぜ。はい。まあラス弾突入前の最終タイミングってやつだね。どこかで最後の肩慣らしをしてもいいかもしれねえな。どうか気をつけて。私は XRC の物質で作戦の最終確認をしてるから。ああ。それでは行ってきます。Alright, we are going to leave things there for today. Like and subscribe if you enjoyed, and I'll catch you next time.